バルネル、ロイド・ハーンは、オランダ・ロッテルダム出身、スリナム代表のサッカー選手、ゴーアヘッド・イーグルス所属。ポジションはゴールキーパー。2008年に、スパルタ・ロッテルダムのユースから、アヤックス・アカデミーに移籍し、翌年に3年契約を締結。2011年には、ケネト・フェルメールとイエルン・フェル・フーフェンに次ぐ、第3次 EK となるが、同年に、 ヤスパーシレッセンが加入すると序列を下げた。アヤアックスではトップチームで出場することなく、2011から12シーズン限りで契約満了となった。ナック・ブレダからオファーを受けたが、同クラブのキャプテンを務める守護神、イエルテン・ラウベラールの控えとなることを忌避し、契約には至らなかった。2012から13シーズンにより、FC ドルトレヒトに2年契約で加入する。 2013年2月に肩を負傷し離脱したが、加入者年度のシーズンに、政治系として23試合に出場。AS、ローマや、ニューカスルユナイテッド FC など、複数のクラブから関心が寄せられた。2013年12月、2014から15、シーズンより3年間の契約でフェーエノールトへ移籍することが発表された。エルビン・ムルデルや、 同時期に加入し再び、チームメイトとなったフェルメールとポジションを争ったが、フレットルッテン監督の下で、出場機会を得られなかった。実質的なサテライトクラブである SBV エクセルシオールへの加入が検討されていたが、2014年9月に PC、ズボレー期限付き移籍することが決定した。アヤックスへ移籍したディーデリク・ブールの後釜として、ロミアンス監督の下 9月13日の PSV、アイント方編戦で加入後初出場。以降は、政治家の座をつかみシーズン38試合に出場、KNVB カップ決勝でも、ゴールマウスを守った。2014から15シーズンのクラブ、最優秀選手として、サポーターにより選出された。 2015から16シーズンより、フェーノールトに復帰しフェルメールの控えとなったが、2016年1月には、クラブとの契約を2018から19シーズン終了まで延長した。同月18日のリザーブリーグ SC、カンブール戦で、全十字人体を断裂し長期離脱となる。約10ヶ月間のリハビリを終え、11月の、 チェルシー FC リザーブとの試合で戦列に復帰した。以後もトップチームにおいてはフェルメール及び、ブラッド・ジョーンズの後陣を廃止、2016から17シーズン後半はエクセルシオールへのローンでプレーした。2017から18シーズンより3年半の契約で、ムルデルが退団した SC、ヘーレン・フェーンに加入。2017年8月13日の FC フロー人間戦で、 リーグ戦初先発を飾ったが、前半9分に、モアテントルスビーが、先制点を挙げたことに歓喜した際に肩を痛め、交代となる。クラブは、マルティン運戦を補強、自身は2018年1月に再び肩を負傷した。2018から19シーズンには、リーグ戦全試合で、ゴールマウスを守ったが、翌シーズン後半には膝を負傷し先制を離脱。 同シーズン限りでアベレンストラスタディオンを去った。膝の手術を受け、2020年10月には GK に負傷者が続出したフルスズボレのトレーニングに参加した。2021年1月、ティモンベレンドイターのバックアッパーを探していた RSC アンデルレヒトとシーズン終了までの契約を締結した。スパルタロッテルダムのユース時代に U-16 オランダ代表に招集される。 以後は FC ドルトレヒトでの活躍もあり、各年代で政治系を務めた。2021年3月24日、2022、FIFA ワールドカップ予選のケマン諸島代表戦でスリナム代表として初出場。スリナムにルーツを持つ。ありがとうございます。